今日のテーマはこちらです、はい、福岡立ち飲み事情ということで、立ち飲み屋さん大好きです。あ、本当ですか、はい、今福岡で立ち飲み店が増えてきているようなんですが、うん、やっぱりそう感じますか。あの、私もともと立ち飲み屋さんを巡るロケをさせてもらってたんで、はい、街の中で立ち飲み屋さんだけやっぱ光って見えますね。あ、そうですか。ありがとうございます。光って見えるのは相当ですね、はい、でも増えてきていますよね。増えてる。福岡の飲みの文化が変わってきているかもしれません。イエイ、乾杯。立ったままお酒を楽しむ立ち飲みスタイル。福岡市中央区にあるこちらのお店は連日多くのお客さんでにぎわいます。お二人初対面ですか。初対面ですよね。そうですね。やっぱり距離感が縮まるっていうのはすごいあるんじゃないですかね。ふとしたきっかけですごいつながるなっていうのはすごいあるなっていうのは思うんですよね。そんな滞在時間長くなくて、なんか次の日仕事でも行きやすいから、もうちょっと飲んで帰ろうって。本当に賑やかなところですね、うん、そんな立ち飲みスタイルのお店が今、2018年ぐらいに、まあ、本当30店舗ぐらいだったのが、ね、5年ぐらいで100店舗近くまでなったっていう感じですかね。福岡で盛り上がりを見せる立ち飲み店、増え続けるその訳とは。失礼します。こんにちは。おお、早速立ち飲みカウンターが目の前にもありますね。こちらどういったお店になるんですか。こちらは豆腐料理専門の立ち飲みのお店。こちらは福岡市中央区にある立ち飲み店、豆腐の角。これで1000円ですか。はい、これで1000円です。安すぎでしょう。人気メニューはドリンク1杯と豆腐やお惣菜などおつまみ3品がついた豆角セットです。いただきます。お豆の甘みがスッと口の中に入っていく感じ、これは上品ですね。日本国内のこういろんなところから持ってくる大豆と、それとにがりっていうのがシンプルな材料で、間違いない材料で作ってる。豆腐には並々ならぬこだわりが。というのも、実は大正時代から続く老舗豆腐店豆富士が去年10月にスタートさせた立ち飲み店なんです。ちょっとリーズナブルな値段でもうサクッと飲んで食べて帰っていただけるような店をしたかったんで、もう立ち飲みにしました。はい、立ち飲み屋さんのメリットってどんなところですか。初期投資がですね、そんなにかかんないっていうのがやっぱり一番いいですよね。ここはもう元々カウンターがあったあのお店をそのままあの使わせてもらってるんですけど、椅子買わなくていいですよね。確かに。気になるお料理は冷ややっこや厚揚げ、本業であるお豆腐をアレンジしたメニュー。その凝った料理をするわけでもないんでですね、シェフみたいなのも必要ないしですね、それぐらい手軽に始めれる業種だと思います。こちらのお店、計画を立ててからわずか2ヶ月でオープンできたといいます。福岡で立ち飲み店を6店舗経営する落水さんは、異業種からの参入だったりとか、まあ、業態変更だったり、まあ、着席スタイルだったお店を立ち飲みスタイルに変更したっていうお店もあの今増えてきてますね。こんなお店も立ち飲みを始めました。こちらがスタンディングのスペースになっております。福岡市博多区中川を一望できるレストラン、福岡が世界に誇るフレンチの福山豪さんとインド人シェフガガンさん、2人のシェフがコラボしたアジアンフレンチが人気のゴーガンです。着席スタイルだったバーカウンターを去年立ち飲みスペースに変更しました。なんかこういうちょっと大人な空間だけどフランクに飲める穴場的に使ってはいるんですけど、だからなんか知ってほしいところもあれば、なんかちょっと知られたくないところもあるみたいな。結構高そうとかっていうイメージがあるんですけど、こういったあの一杯から飲んでいただけますし、サクッと飲んで帰りたい方とか、ゼロ次会だったりとか、逆にちょっと飲み足りないなっていう方、二次会で使われたりとか、気軽に来れるようなスタイルで使ってもらいたくて、ここをスタンディングのスペースにしました。
絶対行こう。行きたいよね。絶対行こう。行ったんですけどね、私は。行ったんですね。もうすでに行かれてる。もう一回、はい、もう一回行きたい。うん。あの、カイラさんも立ち飲み屋さんは。行きます、行きます。うん。やっぱり、ね、値段を抑えられるっていうのがね、確かに一番いい。そうですね。立ち飲み屋さんだったらやっぱ毎日行けますもんね。いや本当にそういう価格帯。そうなんですよ、うん、で立ち飲み屋さん増えているっていうお話ありましたけれども、こちらです。立ち飲み屋さんのマップ、福岡市内で見てみるだけでも、あのこのビールマークがね、あの立ち飲み屋さんなんですけれども、続々と増えているんです。で特に西陣エリア、ケゴ大名エリア、それから天神エリアに密集する形で増えているんですね。すごい。でこのビールマーク全部が、全部ではないです、もっとあります。まだまだですね。そうだよね。そうなんです、うんうん。ただやっぱりこの密集してるからこそ、はい、はしご酒できるじゃないですか。そうなんですよ。立ち飲み屋さんに行く人ってもう、うん、やっぱあの普通ベースが3軒なんで、そうなんですよ。ベース3軒、ベース3軒ではしご酒行きますよね。中上さん的には3軒、はい、個人的にはですけど。カレさんも回ったりします？回ったりしますし、やっぱ密集してるとちょっと覗いて、うん、あ、いっぱいだなと思ったら次の店、うん、次の店とこう回っていけるのも嬉しいですよね、うん、そうですね。予約せずに気軽に入れるっていうところもありますしね、うんうん、そういったところはもう非常に魅力的な立ち飲みですけれども、今あの100店舗近くほど福岡市だけでもあるそうで、うん、この1年だけでおよそ20件ほど増えていると。すごいね。そうなんです。なぜこれほど増えているのかと言いますと、こちらです。先ほどあの老舗豆腐店であのお話ありましたけれども、うん、運営する豆腐の角のオーナーの加藤さんによると、うん、とにかく初期費用が少ないと。確かに。例えばこちら店内の様子なんですけど、うん、椅子テーブルももちろんいらないですよね、うん、はい。それからスタッフの数も一人二人ほどでいいと。そうなんですよね。やっぱなんか普通のご飯屋さんではなんか来るの遅いなとかって思うんですけど、立ち飲み屋さんだったら全然思わず待てるんですよ。すぐ来るんですか？そう、すぐ来なくても待てるの。あ、待てる。見えてるから全てずっと動いてる。あ、確かにそうかもしれないですね。その見えてる安心感みたいなのもあるかもしれないですね。人との距離が近いんで、もうコミュニケーション取りながらなんでね。その時間も楽しめますよね。そうですね。そしてさらにはコンパクトなスペースで OK と、うんうん。こちらのお店、あのお店始めるにあたってあの場所を探してたみたいなんですけど、うん、5坪の場所から探してた。5坪、厨房含めて。だからやっぱそれだけ簡単に狭い敷地でも始められるっていうのが魅力なんですね、うん、確かに。そして何といっても立ち飲み屋さんの魅力といったら雰囲気じゃないですか。いや、最高ですね。こちらです、うん。立ち飲みの、はい、もうスペシャリストですよね。そう、ブームの火付け役と言われるネオメグスタの落水さんによりますと、はい、やっぱりこの屋台に似た体験ができると、はいはい、そういうこと。知らない人とかとお友達になったりカジュアルに話せたりするっていうことで、うん、地元のお客さん、観光客にも受け入れられていると。なるほど。福岡の人間の DNA に刻まれてる屋台の素晴らしいのイメージで僕らは立ち飲み屋に引き込まれてるってことですね。まあそうですね。立ち飲み店に関してはまあ全国にあると思いますけれども、うん、まあ、そういったところにもつながってくるかもしれない、そういうことか。だって私なんか立ち飲み屋さんで仲良くなったスペイン人の方とも、うん、なんかインスタを交換したりとかしてすぐに仲良くなるんです。やっぱでもスペイン語が分かんないから行く分、それが難しいけどでも、ね、そこでは仲良くなれるってことですよね。なれるんですよ、うん、私もあの取材でお邪魔させてもらったんですけど、はい、やっぱりそこでお話聞いた方と LINE 交換しましたもん。あ、やっぱそう、やっぱり距離近いですね。そのぐらい近いんですよ。いいですね。で私も福岡の3年目なんですけど、はい、やっぱり社外でできた友達っていうのはほとんど立ち飲み店とか屋台でできた友達なんですよ。そうだ、そんな一面があるんだね。なんかそういうところありません？なんかあるある、知らない人とつながれるみたいな。私も、ね、性別も年齢も職業も全く違う方たちとも出会えるし、うん、でなんか向こうはなんか喋りかけられたら嫌だろうなとかって気にする必要がないのがまた嬉しいですよね、うんうん、そうですね。立ち飲み店の魅力伝わったでしょうか。そしてこんなお店もあるんですね、はい、うん、ポコアポコという福岡市の西陣にあるお店なんですが、おしゃれな店内ですよ ね。カフェみたいな。そう、一見おしゃれな店内なんですが、注目していただきたいのが、商品なんですね、うん、こちら、はい、何かというとこれスイーツなんですね、うん、美味しそう。これ立ち飲み店です。スイーツなどがおよそ15種類あるということで、これお酒が飲めない、財津さんお酒ちょっと苦手、はい、そうですね。お酒私普段ほとんど飲まないんですけど、なんかスイーツ目当てに立ち飲み店行くっていうのもなんか新しくていいですよね。そうなんです。確かに。スイーツ目当てにね、そのスイーツにあるノンアルの、まあ、ドリンクもいろいろあるってことですよね。そうです、そうです。なのでお酒飲めない方でも楽しめるし、お酒を好きな方はスイーツとワインなんて行きますね。おしゃれな楽しみ方、最高だね。そうなんだ、すごいね。そうなんです。さらにこんなお店もあります。
こちらは平尾にありますマンダリンというお店なんですけれども、大人に人気な中華のおつまみが楽しめる立ち飲み店ということなんですね。で、中華料理なので中国ビールなどもあるんですけれども、お酒以外に中国茶、こちら中国茶なの、紹興酒だと思ってた、中国茶なんですね。紹興酒もね、いいですけど、中国茶も楽しめるということで、こちらもお酒が、ね、苦手な方なんかも楽しめるかもしれません。ぜひ立ち飲み店に行かれてみてください。